教えて GT 先生ドライバーズライフをルックバック第2弾です。でおえー、ちょっとウェッタロさんどうしたんですか今日髪の毛イケてるでしょイケてますけどリーゼントちょっとね、はい、あの前回スバルの2人がね若い頃ほら、とんがってたってあおっしゃってましたねとんがってたちょっと言い方間違ったかな、うん、間違ってないと思います、うん、あのいやだからってとんがってるわけじゃなくてあの、はい、ちょっと気合い入れてみますおお素晴らしい、でも昔こうだったのかないい感じ昔こうでしたなすごい違和感ないからどうだったでしょうねそうだったのかなということで、はい、かなり前回がね好評だったので、うんうん、第2弾ということで、はい、今回も楽しみですね楽しみですね、うん、では今回の担任の先生お迎えしたいと思います。今回ドライバーズライフを語ってくださるのはこの方です。チーム国光スタンレー NSX GT をドライブしてます牧野忠介です。はい牧野先生。牧野先生はですね、実はですね、はい、実は前回のまあオンエアを見ていただいて、はい、なんと今回自らそうなんですか。自らもう私が出ます。おっしゃられていただいたようなんですが、積極的ちゃんと説明させてもらうとですね、いいですか、説明させてもらっても、はい、ゴルフに行きまして、スーパー GT 仕切ってる GTA という、団体があるんですけれども、この番組すごい良かったですって言ったんですよ、はい、じゃあお前やるよっつって。あでもそれはいわゆる自ら志願されたっていう感じじゃないのですかね。いやもう反強制ですね。これはそんな牧野先生のことを深く知るこの方にも参加していただきます。この方です。イエーイ、よろしくお願いします。ミレン選手です。お願いします。ARTM ゲー NSXGT をドライブしてますくずみです。お願いします。イエーイ、よろしくお願いします。牧野先生のことをよく知ってらっしゃるということで、もう小学4年生ぐらいから一緒にレースしてたんで、うん、あまあ裏では知らないことはいっぱいあるかもしれないですけど、いやいやいや何から何まで一緒に、ね、はい、学んでいきましょう、はい、はい、ということでよろしくお願いします。では牧野先生、早速なんですがドライバーズライフ見せてください。はい、じゃじゃじゃんじゃじゃじゃん。おお、またこれもすごいですね。なかなかこう凝縮してますね。凝縮してますね。そうですね、うん、ちょっと尺が足りるかわからないぐらいちょっと僕の人生いろいろあったんですけど、5歳からレーシングカーとゴーカートを始めて、まあ、両親の影響で始めたんですけど、小学校4年生ぐらいの時にミレーと、あとはウェッツで乗ってるセナと、まあ、切磋琢磨しながらやってたんですけど、はいはい、ちょうど僕が小学校6年生の時ですね、うん、ちょっと一回この急激に落ちてる崖があるんですけど、はい、6年生で落ちましたか。はい、6年生でレースをやめました。え、そんなことあった。ありました。ちょっと今選手もびっくり。多分ですね、ミレーは確かにそんな知らないかもしれないんですけど、今一番知ってるぐらいの感じの紹介のされ方で今徳住さん、ここに座ってる理由として、まあ、もっと知ってる人が本当は座ってるはずなんで、ちょっとこの後その人も来るんですけど、来るはずなんですけど、そうですね、ちょっと家庭の事情というか、うん、まあ、家庭の事情が、はい、いろいろありまして、はい、分かっちゃったな僕。あ、どうぞ。いや、秘密ですよそれは。なんで秘密秘密なんかい。まあそれでちょうどその小学校6年生の時に1年間もう丸々もうレースをやめました、はい、うん、1年間も、はい、結構ピタッとやめたんだ。やめたんですけど、ただその時のやめる条件っていうのがその時あって、やめる条件、はい、ちょっと父親と話して、はい、まあ、ちょっといろいろあったんですけど、絶対その次の年にまたレースをやらせてやるって言われてて、だからちょっとこの1年は本当に我慢してくれって言われて。なるほど、かっこいいお父さん、はい、うん、で結果やめて、うん、で本当に父親の有言実行でその次の年、うん、またレースをやらせてもらうことになって、素晴らしい、かっこいいね、やっとまたレースできたよしって思って、うん、セナの父親のチーム、うん、アキランドレーシングっていうところにいたんで、そこからだいぶ昔から付き合いがあるんですけど、そこでまたレースを始めて、こっから急激に僕のピークが来るんですよ、はい、おすごいピークですね、はい、でこれは多分ちょっと2でも分かると思うんですけど、一緒に出てたレース、FS125、 ああ、2011年かな、14歳ぐらいですかね、ね、はい、2011年ですかね、 FS125 だったらそれぐらいだもんね、はい、で中学2年生もうそれが僕のピークレベルで調子良かったんですよ、ね、もうグラフでももうすごいことになってますね、ピークが来て、もう突き抜けちゃった、ね、その時チャンピオン取った時、チャンピオン取った、そう、あったで、そのレース一緒に坂口夏とか
あのランボルギーに乗ってナッツが出てたりとか、篠原拓郎とか、もう東地域で橋、なんで2例覚えてない？最終戦出て、俺出てない。出てない。でお前はあの中山のレースでウエイト足りなくてヘルメット投げてた。すいませんでした。そのまま順調にそのカートの一番上のとこまで行ったんですけど、うん、素晴らしい、うん、ここですね、またまた来ました、はい、また来ました次、はい、これがちょうど第2波ですね、それ第2波が来たんですけど、うん、またどんな、ちょっともう話したらちょっと1日じゃ足りないんですけど、足りないぐらいの、はい、1日じゃ足りないんですけど、まとめるとまとめると家庭の事情でちょっといろいろありまして、はい、第2波もいろいろありまして、大きな第2波ですね、はい、ただこの時の第1波とは違って、はい、この時の牧野忠介はある程度大人になってたんですよ、いろんなことをちょっとなんとなく理解してたんですよね。あ、まあそうですね、年齢的にも、はい、この頃はもう全然子供だったんで何も分からなかったと、うん、正直、はいはいはい、でいろいろ分かった上でもう完全に僕はレースをやめるって決めてたんですよ、いろいろあって、でもそれが15歳、16歳であって、ね、もう完全にやめるっていう決意をして、うん、決意をした時に、今ゲーナーで乗られてる安田さん、うん、はい、と出会いました、ここで。ほう、安田さんにもうそのまま辞めるのはもったいないと声をかけてもらったんですけど、ただ声をかけてもらったものの辞める決意をしてたんですよ、僕は。なんかどうしようかなと思ってたんですけど、ただいろんな人、そのスポンサー関係の人とかにまあ助けてもらってレースを辞めるのはもったいないって言ってもらってたんですよ。でこの落ちたタイミングで実は僕 FTRS トヨタのスクールを受けて合格してたんですよ。え、あ、その頂点の時にね、はい、そうなんですね、合格してて、うん、その次の年は、うん、トヨタのドライバーとして、うん、FCJ に出る予定だったんですよ、うん、そうだったんです、ね、これまたちょっと驚きですね、驚きすぎません、それに出てると、うん、僕らはライバルだったんです。そうなんですよ、でも彼は出れなかったので、はい、そのタイミングで2例はホンダのスクールを行ってたんで、うん、一緒にレースするタイミング、あ、もう結構同時期バッティングみたいな、もう完全に同じタイミングでしたね、僕がホンダに行って忠介がトヨタに行って、で次の年に一緒にレースするって流れだったんです ですけど、まあ2波が来まして、はいはい、まあ、辞めるってなってたんですけど、さっき言った安田さん拾ってもらって、うんうん、そこからの本山さんとか紹介してもらったりして、はい、まあ、いろんなこうつながりが増えて、でその時に助けてもらった方とかですね、うん、あのいろんな支援してもらう方がいて、それこそあの山内さんの回でも多分名前が出てたと思うんですけど、うん、上田さん、はい、ユニスポーツ上田さんにも助けていただいて、まあ、本当いろんな方に助けていただいてレースをまたやらせてもらうってことになりました、で、あの今スーパー GT でも多分おなじみにはなってると思うんですけど FIF4 に2015年に出場することになって、ちょうどそれが1年目だったんですよね、 FIF4 のね、はい、はいはいはい、1年目だったんで、ね、うん、まあ、そこであの僕はその時ホンダでもトヨタでもなくてプライベーターで出てたんですけど、うんうん、結構、まあ、インパクトを残したんで、いやもうその印象しかある意味ないんだよね。あ、それだけ大きかった、その、まあ、カートとかもすごかったのは知ってたけど、うん、はい、もう F4 乗った瞬間のもう光の肌、もう輝き方、うん、輝き方がね、その時に同時並行でホンダのスクールを受けてたんですよ次。なるほど、やっぱりあのプロになるにはやっぱメーカーのドライバーにならないといけないと、はいはい、まあやっぱりねメーカーの後ろ盾って大きいからね、はい、やっぱなかったんで、うん、もう一つ、まあ、当時ホンダも F1 をまあ、やる、はい、うん、やらないってところで多分話もあったと思うんで、うんうん、まあ、本当彼、まあ、忠介もいいタイミングで入ったのかなと思います、ね、うんうん、まあ、それもありましたね、その F1 に復帰したタイミングだったんで、やっぱその応援してくださる方もやっぱやるなら F1 を目指してっていうことだったんで、うんうん、まあ、ホンダのスクールに行って、うん、ホンダのスクールはセナと同期なんですよ僕は、セナと同期でスクール受けて、うん、セナが主席で僕自席でした。おお、はい、ホンダのスクールは僕負けました、普通に。おお、で、はい、2人でその後ホンダの S3 に乗らせてもらって、うん、その時が18ぐらいですね。うん、で第2波がありまして、そこからまたバーンと上がっていくんですけど、それが今の話ですね、はい、で、はい、上がっていって18歳ですね、はい、あの S3 出てる時に、うん、スーパー GT デビューすることになりまして、うん、最初デビューが鈴鹿1000キロ、300クラスで、はい、あのロータスエボーラー、加藤さんとあの高橋さんのチームで乗らせてもらって、はいはい、まあ、そこで
あれもいきなり速かったもんね。そうですね、あの予選が結構いい走りできて、まあ決勝残念ながらちょっとリタイアよく知ってるでしょ。よく知ってる、一応解説やってるそうですね、まあ、結構グラフで言うと上に行くべきだったんですけど、その300デビューした次のレースに500クラス乗ることになって、次知ってる、はい、急にドラゴコルセで乗ることになりまして、はい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 、それまでタイラウンドで走ったこともないコースで乗ったこともない、うん、もう車でどうしようと思ったんですけど、いきなりだったよ ね、 あれ俺本当それまで鮮明に覚えてる、はい、うん、あまりにもぶっつけ本番だったんで、なんか逆に開き直ってたぐらいだったんですけど、うん、まあ、そこでもなんかタイミングよく、ね、うまく走れて、あれいきなり練習10周せずに、はい、確か急通担当したんだよね、はいはい、すごいで、あーやもうね、ポール取るよっていうぐらいでちょっと2位だったんだけど、はいはい、いやでもね、よく知ってるでしょ、うん、もう言わないよ、もう言わない解説だからね、解説だからね、はい、でその次の年、はい、あの本田さんに支援してもらって、はいはい、あのヨーロッパで次レースすることになって、はい、ヨーロッパに行ったタイミングで、その前に2例はもうヨーロッパに、お、あ、はい、先輩行ってたんですよ。福住選手のが先か、1年、はい、1年多分早かったですね。そうですね、1年早く行ってて、で、まあ、僕は最初イギリスに住んでて、2例がフランスに住んでて、うん、まあ、その後2例がちょっとイギリスに引っ越してきて、うん、まあ、2例それはなんか理由があるの？いや、あの仲良しだったからとか、いやそのためにわざわざそんなんで多分決めれないですね。決めれない、決めれない、多分決めれないです。あの、まあ、引っ越してきたタイミングっていうのが2018年の、まあ、F2 に出る時に、うん、まあ、チームが、まあ、イギリスのチームに移籍するっていうので、はい、まあ、イギリスに、まあ、あの引っ越したって感じなんですけど、うん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 、で、まあ、イギリスに住んでて2例の家まで車で20分とか30分だったんで、うん、近い、まあ、ちょっとお腹が空いたりしたら2連中に行って、オムライスを作ってもらい、オムライス作ってた、いや結構作ってやりましたから、はい、料理得意、逆に、いや得意ではないですけど、やることがないじゃないですか、海外で一人ですんで、まあね、いやでも上手でしたね、美味しかったです、めちゃくちゃ。で2例の心のケアをしながら心のケア、まあ、僕も、まあ、僕もこれ出るときあったらその話になるかもしれないんですけど、まあ、しんどいときはありましたね、はい、で、はい、まあ、日本に帰ってきてから、うん、これまた第3波が来るんですけど、うん、この頂点にまた行きました、そういえば書き忘れたんですけど、おーおー、そういえば、はい、あの書き忘れがあったわけですね、はい、書き忘れたんですけど、うん、2020年に、うん、あのスーパー GT、GT500 でチャンピオンを取りました。いや、それ俺だから思ってたら、はい、忘れてました。カートの方が大事なんかあったんですよ。すごく大きな出来事じゃないですか、はい、ものすごい大きな出来事書くの忘れてました。それ先生、忘れちゃいけない、忘れちゃいけない、だからそれ忘れてた理由がですね、その後のこの落ちっぷりなんですよ。あ、はいはい、第3波ですね、はい、ここじゃ収まらないですね、もうここぐらいまで行ったんですけど、チャンピオン取った後に、まあ、病気をしまして、あ、ありましたね、まあ、一応髄膜炎っていう病名は最初あったんですけど、それが治ってからも、まあ、ちょっと原因不明で、まあ、全然熱が下がらなくて、まあ、実際多分2ヶ月か2ヶ月ちょいかな、うん、入院してて、はい、復帰動画見ましたけどすっごい痩せちゃってね。いや、なんか僕も久々にちょっと昔の映像を見ると、はい、これは同一人物なのかって思うぐらい真っ白でこけてて、うん、まあ、っていうこともあったんですけど、まだ復帰できまして、奇跡的に、うん、原因はわからないんですけど、まあ、復帰できたんで、はい、まあ、そこからこうまた上がっていくかなっていうところで、うん、その先はハテナです。なんかもうこんだけ落ちて上がって落ちて上がってして、今は一応ちょっとなんなら今が安定してるぐらいなんですけど、もうこの後の人生もう分からなさすぎてどうなるのか、はい、あと何回来るんやろ。いやほんま俺もう体が持たんよこんな落ちたら。でもね、いろいろあったそうですけど、うん、はい、本当にたくさんの方がね、うん、こう手を差し伸べたっていうことは、それだけその当時から光り輝いてたってことですからね、はい、そうですね、うん、まあ、あとファンの人たちも勇気づけるような生き方されてますよね。本当そうですね、うんうん、普通ゼロになったら大体もう諦めるよ。諦めます、うん、僕は諦めますね。本当ですか、でもね、今後の牧野選手のこの上げ下げがどうなるのか、はい、うん、気になりますね。そうです、まあ下げを下げを期待しないでください。下げを期待しないでください。今の間違えました、ごめんなさい。いやいや、もちろん、いや、あの僕下がりたくないです、できれば。ごめんなさい、ごめんなさい、上がっていくことを祈って、下がったとしても、またこう上がるね、上がることやってくれるような、なんか媒体ね、乗り越えてくるそうですよね。楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、牧野先生にドライバーズライフ振り返っていただきましたが、続いての先生はこの方です。
親のプレッシャーみたいなところで、その純粋に楽しめたかというと、2歳からカート始めて親子の目標だったわけですから、最終コーナーで俺のこと脱いだ脱いだ無理やり入って脱いで、すいません先生がどうですか